みなさんこんにちは、矢野ゆかです。今日はパッキン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 のが、はい、パッキン日和やなと思って明日から1泊2日の四国旅行に行ってきます。ファーミリーと私がいつも旅行で持っていくものをぶち込む動画です。お付き合いのほどお願いします。早速もうこの周りぐっちゃぐちゃやねんけど、先に用意したんよ。持っていくものがさ多くてさ、まずカバンやな。今回は一泊二日やからキャリーケースやめとこうと思って、こんな感じのニーコンのです。色は真夏で超可愛い。でも明日は10月1日です。これな、見て、長いな、でかいな、大容量やな。見えるんかな、めっちゃ入んねんこれ。だから中に隙間はないから、中でもマジでぐっちゃぐちゃになるけど、便利よ便利、可愛いし。たださ、こういう旅行のバッグみたいなのはさ、持ち歩かんから、いつも基本的に旅行って車やから、あの飛行機着いても車やから、全部車やから、車の中にパチコーンほっとけるから、これでいいんよ。ほんで、一番最初に用意するのは、お洋服。一泊二日やから二着いるよね。ということで、一着目は、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じで、こんな感じで着きます。ただこれはな、内緒。ちょっとやさ、聞いて、旅行に持っていく荷物、私結構こだわりがあるんやけど、まずさ、こういう袋みんな集めてるやん。こういう袋さ。その辺のお洋服屋さんでもらえる袋を入れてる箱やねんけど、こういうのにちゃんと入れたくて。なんかな、みんなさ、結構さ、お洋服とかそのままポンって入れるやん。そっちの方がかさばらへんし、荷物も減るし、絶対そっちの方がいいねんけど、私はなんかわからへんけど、分けたいよな。ちゃんと、これは1日目、これは2日目、みたいな。これは、下着、みたいな感じで分けないと、行って何がなんなんかよくわからんくなってきて、あれ？これどれにどうするんやったっけ？みたいになるから、私は分ける。で、今回袋選ばれたんは、ちょうど大きさがいい感じの、チャオチャオと、ロペピクニック、この袋に入れます。で、なんかさ、この袋もさ、私結構こだわりがあって、紙袋とかに入れるの嫌なんよ。あとレジの袋、シャカ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 って音する袋あんま好きじゃなくて、これな、これな、これこの、これがいいよ、これが。ガシャガシャうるさくないやん。で、お洋服をこん中に入れる時の入れ心地がいいよ、こういうのな。これちょっとお店屋さんの気分になれるというか、だからこれこういうのにいつも入れてる。これは2日目の服、こんな感じで入れて2日目。で、1日目の服は着ていくやん、今からっていうか明日朝からさ。だからこういう感じでそのまま畳んでポンって入れときます。はい。そんでからの下着やな。下着はもう1個にまとめるんよ、まあ、中が見えん方がいいから。じゃあこれでいこうか。カルディ。あー、かわいい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 、こういう感じの袋。これもシャカシャカのやつだ。に、次の日の下着と靴下もここに入れちゃう。で、これは3泊4日とかやったら全部、もう、パンツ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 、靴下、なんかどうだ、みたいな感じで、もう4日分とか普通にこういう袋に入れちゃう。はい、なんかで完成したでしょ。今回は一泊二日で、下着とか一日分しかいらんやん。だって着ていくから、朝。だから、これ一日分やからもうぺったんこ。全然分厚くない。でな、使い終わった下着とかは別に綺麗なビニールに入れんでもいいやん。どうせ洗うんやから。だからこういうの三つぐらい持っていって、ポンって入れとく。で、次の日のカバンな、ピロピロピロカバン。カバンはそのまま自分でポーンって入れる。別にこれはもう袋とかいらんよ。そう。ほんで、お風呂入るやん。見てくださいよ、これ。私のお気に入りの袋。めっちゃ可愛くない？ハワイで買ってん。ハワイ限定のスヌーピー。茶色焦げでしょ、みんな。可愛くない？これ買っちゃったよ。なんかでも結構高かった。当たり前やん。スヌーピーの商品ってさ、高いねんけど、可愛いからさ、好きやからしゃあないからさ、そう、買っちゃったよな。なんか結婚式でもらった、マスクケースがあるな。これにマスク挟むか。オッケー。なんか予備みたいな感じで、ほら、この、もらったやつも入ってるわ。で、一応、1枚だけ生理用品入れてる。まあ、ならんけどな、多分。じゃあ、この袋に何を入れるかやねんけど、まず、化粧水。もうこれ使ってんねん、家で。でかいのも買ってきて、これわかる？これ、シュッ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 ってできないと、もう、こう、いちいち手にかけて出すのだるいから、
これにも全部入れてるから、このままも持っていきます。これもスヌーピーな、これもスヌーピーな、かわいい、入れるでしょ、かわいいかわいいかわいい、大好き。で、美白美容液チフレで、このまつげ美容液、これおすすめされて買った、いいよ、あの紹介で、これも最近買って、こんな、これなんか油肌さん用の、乳液、あ、そう、乳液やねんけど、いちいちこうやってビーって出さんとあかんのめんどくさいから、なんか容器を買ってこようと思ってんねんけど、忘れてたからこのまま入れるわ。でっかいわ、ちょっと、あ、入るな。このな、袋結構大きくて便利なんよ。みんなハワイに行ったらぜひ買ってみて。スヌーピー好きの皆さん共有しましょう。で、あと化粧落とし、ピオレやな。で、あと洗顔は、これは無印や、無印のやつ。で、あとこれオイルね、オイル、デデデデデンデデデデデン、オイル、これがさ、でかいんよな、ちょっと。あと重い、文句ばっかり。なんか入れ直せばいいねんけどな、それもちょっとだるいんよな。なんかさ、旅行用のちっちゃい瓶みたいな売ってるやん、あのさ、買ってあんねんけど、家に移し替えて持って、一回は一点けどさ、持って帰ってきてさ、またこう移し替えるのがだるいし、でもだからって言ってそれを使えばいいねんけど、使うこともなく置いちゃったりしてってもったいないから、もうこのまま直で行くことにしてる、行くことにしてるっていうか、そうなっちゃう、めんどくさがり屋の性格だから。で、ケープでかすぎやんな、これ、じゃーん、ケープ、これはもうな、入らんよ、絶対。微妙に無理。これは直で入れるわ。で、クシ、これ、一回紹介したことあるクシでしょ。で、次、化粧品。化粧品は、このポーチに、パンパンに入ってまーす。パン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 、パンパン。こんなか、かわいいやろ。ママに買ってもらったお守りやねん。かわいいから、ここにつけてる。これもスヌーピー、かわいい。大好き。ほんで、あ、そう。パック買ってん、これ初めて、じゃん、これ一枚持っていこうかなと思って、ハワイスヌーピーちゃんに入れとくね、ちょっとポイで、絶対香水したいから、香水を2種類、これ自分で作れる香水、自分で好きな匂い選んで匂いを調合してくれんねん、お店の人が。こうめっちゃいい匂いで好き、いい匂いで好きっていうか、自分の好みにしてもらってるからいい匂いなんやけど、ぜひみんな行ってみて。予約して行った、私は。あと、ジョン・マローン。ロンドン。友達にもらった。めっちゃいい匂いで好き。可愛いしな。大好き。見た目も可愛い。いいよね。で、これとこれね。これいい匂いや、めっちゃ。全然ちゃうところにかかった。鼻が。気持ち悪い。OK。で、あとここシューやろ、今からウォーキングしか行かんのに、ははつけちゃったよ、もったいない。でもいっぱい入ってるからめっちゃいい。しかも箱も可愛いよな、これ捨てられへんわ、可愛くて、このまま置いてる。で、あとターバン、ターバン、バン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 やで、可愛い、ウサちゃんになれるの、可愛いでしょ、ウサちゃんになれるよ。これもうもうもうパンパンやから、この中に入れるわ、折りたためるから、ほら。あと紹介してない。あ、大切なものを忘れてた。これ。アイロンとコテ？絶対両方持っていく。なんか、こういう髪の毛にしようとか、私あんまり決めんといくんやけど、その時に気分やん、髪の毛なんかさ。あとは、目の前にあるのは、明日の朝着る服、カバン、下着がそこに置いてあるって感じかな。なんか忘れて、あ、見て、これな。私はこういう日に友達にもらったものを結構使う。旅行ってさ、私の中でめっちゃ特別で、大好きで、もう愛すべき日なんよ。だから、こういう日に、こうなんか高そうな大事なものを使わせていただくって感じ。これは日焼け止め？これもぶち塗って、ピッつけて、ルルルって気分で行くね。あと、アクセサリー袋なんやけど、こんなんとこんなん。こういう感じのものを、そのままプチンって袋に入れて、その明日の日の気分によってパッて開けて、これにしようかな、あれにしようかな、これにしようかな、みたいな感じで決めるスタイルでいってるから。だからこういうのはもうなんか先にこのアクセサリーをつけますって決めては私はいかないですね。てな感じで、詰めていきまーす。ニコ&に。
ごめんお待たせ、戻ってきたわ。あんな話してたか分かったよ。私は昔ボストンバッグとかキャリーケースとか1泊2日でもめっちゃ荷物を抱えて旅行に行ってたよ。でも友達になんでそんな大荷物で来るの多いじゃんって言われてたよ。でも私はその荷物いるじゃんって思ってたよっていう話をしてたみたい。まあ続きなんやけど、心配性やったわけな。あとバスタオルとかも持っていとったんよ。なんかそのみんなって基本的にその宿を検索して何が宿に置いてくれてるかっていうのを見ると思うねんけど、私はなんかそういう頭とか全然なくて、なんか一日のスケジュールをこうビーって想像した時に、これはいるでしょ、あれはいるでしょの中にバスタオルも入っとって、バスタオルとかハンドタオルとかもいっぱい持ってとったんやけど、そうなんホテルの先にあるやんって言われて、あ、そうなんやって気づいたというか気づかされて、そっからはバスタオルは持っていかんようになったかな。でも今さ、私が紹介したものたちって絶対必要なものやったでしょ。違う違う？どんどんパンパンになっていきますね。これパンパン重たい、めっちゃ。重たい。よいしょ。最後はパジャマ。パジャマも袋入れて持っていく。なんかの旅行先のパジャマってどんな感じのパジャマ来るかわからんやん。あのセパレートタイプとワンピース型みたいな。あると思うねんけど、嫌なパジャマやったら嫌やから、それ基本的に自分のパジャマは持参しますね。どの袋にしよう。このさ、袋選ぶのもさ結構好きでさ、どの袋にコンパこれ入れようかなとか、どの袋になんかこれ入れようかなとか、その袋が可愛かったらテンション上がるし、まあ単純なんですよ。何これ、モニマキノ、あ、マキノお菓子屋さんやったかな、これモンシエウルマキノ、これにするわ。今の時期短パンとペラペラの半袖やから全然余裕で入るわ。よっしゃ、これでオッケー。はい、重た。いつもこんな感じで、よいしょ、こんな感じでこうやって持ちながらホテルの駐車場からホテルまで歩いて持ってってる感じやな。パンパンやけどこんな感じで行きます。ずーっと行きたかった道後温泉やから、もう楽しみで楽しみで仕方ないです。一回さ、外の外観まで行ったことあんねんけど止まらんかったから、その日は。だから今回はやっと温泉に入れるっていうことで、めっちゃ古いらしいよ四国の道後温泉って。みんな知ってると思うけどな。ということで明日楽しんできます。では皆さん、今回も見てくれてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、コメント、ベルマーク、どうぞよろしくお願いします。インスタグラムやってます。ぜひ概要欄載ってるんで見てください。やみよかでした。ごきげんよう。あ、ちなみに歯ブラシはあっちの使う。